ドルチャンネル。皆さんこんにちは、中学生のママドルチャンネルのドルチです。今回は前回のショート動画の方は見ていただけたでしょうか。コッペパンとタルタルソースの2つを作ったと思うんですけど、今回はそちらの2つを使ったものを作っていきます。で、以前日本の制覇編の動画を出したと思うんですけど、その時に宮崎でチキン南蛮を作ったんですけど、父がそのパンにチキン南蛮を挟むっていう、そういうパンがあるみたいで、それがめちゃくちゃ美味しいから作ってほしいっていう、リクエストをもらったので、今回はそれを作ることにしました。でコッペパンとかも自分で一から手作りしているので、美味しくできるんじゃないかなと思います。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。材料の紹介します。材料はコッペパンが3本分になっています。でこちらのコッペパンは、私は手作りで作ったんですけど、もちろん市販でも大丈夫です。でもちろん一から作りたいという方はショート動画のコッペパンの作り方を見て作ってください。タルタルソース適量。次にチキン南蛮のお肉の材料をしていきます。もも肉1枚、薄力粉、卵、塩コショウは適量です。次に甘だれの材料を紹介します。醤油 30cc、 薄口醤油 30cc、 みりん 30cc、 黒酢 50cc、 砂糖 40g、 塩コショウ、レッドペッパーは適量です。以上になります。まずはつけだれの方を作っていきます。といっても材料をすべて小鍋とかに入れて沸騰させるだけなんですけど、すべて合わせていきます。次にお肉の方を作っていきます。パン1枚に小さいのが3個ぐらい入っているそうなので、今回は胸肉を、もも肉を9等分していきます。もも肉を切ったら塩コショウで下味をつけていきます。下味をつけれたら薄力粉をまぶしていきます。隅々までしっかりまぶします。卵をつけてあげるので先に溶いておきます。こちらのつけだれの方は、軽く沸騰させて砂糖を溶かしていきます。しっかり油の方も温まったので揚げていきます。卵をしっかりつけて、一気に入れると油の温度が下がってしまうので170度前後で揚げてください。しっかり火が通ったので、こちらのつけだれに移していきます。挟むものの準備をしていきます。レタスは大きめを、このくらいのサイズにしていきます。一個一個に薄切りのが入ってるみたいなので、それも入れていきます。こんな感じです。コッペパンに縦に切れ目を入れていきます。初めてコッペパン作ったんですけど、結構学校で出るような感じになったのでよかったです。レタスを引いていきます。完成しました。
めちゃくちゃパン屋さんとかに売ってそうな出来上がりになったんじゃないかなと思います。で、ちょっとコッペパンに挟むときに力強くやりすぎたせいか、ちょっと裏に穴が開いちゃったので、私はそれを食べていこうと思います。それにしてもめちゃくちゃおしゃれにできたんじゃないかなと思っています。いただきます。パンはバッチリです。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。本当にお店レベルのお味です。パンもふわふわしてますし、このタルタルとチキン南蛮がめちゃくちゃ美味しいです。まあ、ちょっとこれを作るにはちょっとまあ手作りのコッペパンとかもあるので手間がかかっちゃうんですけど、まあ、市販のコッペパンを使って作ったりすれば、まあさらにお手軽に作れると思うので、もしよければ休日とかの、まあ、お休みの日とかにぜひ作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。まあ、久しぶりにこのパンとかも作ったので、まあこう大成功になって本当に良かったです。今回もご視聴ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では。